皆さんこんにちは。知のための認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。お食い初めのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、赤ちゃんの頭につけてあるお鼻が小さくなっていました。二つ目は、お赤飯の小豆が一粒消えていました。そして三つ目は、鯛のここの赤い部分が多くなっていましたよ。お食い初めとは、赤ちゃんが生後100日の時に初めて食べ物を食べさせる、または食べさせる真似をする儀式のことですね。その歴史は平安時代からだそうですよ。一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて、お祝い膳を用意し、赤ちゃんの口元に箸で料理を運びますね。2問目です。子供たちが遊んでいるイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、机の上のリボンの向きが違っていましたね。二つ目は、右の女の子の座っている椅子の足が消えていました。そして三つ目は、真ん中の女の子の洋服の首元が違っていました。子供たちの遊びで困惑させられるイラストでしたね。最後の問題です。ゴルフのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、池の縁に立っている棒が消えていました。これはすぐに分かったのではないでしょうか。二つ目は、ここの木の影が消えていました。そして三つ目は、バンカーのここの部分が小さくなっていました。見つけることができましたか？ゴルフの発祥は定説はないようですが、初期はモグラの穴を利用して楽しまれていたそうですよ。面白いですね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。